京阪バス、角間営業所は、大阪府角間市戦国東町17にある、京阪バスの営業所である。主に、大和田駅からの路線バスを運行している。京阪グループ共通バスカードで印字される略称は、かと、車用車に記してある略称は、門である。寝屋川営業所の支書として開設され、片の営業所開設とともに、片の営業所の辞書となった。このため、 片の営業所門真支所あるいはターンに門真支所と呼ばれていた。門批には門真支所と記されている。東営業所の管轄する路線は、門真市内の京阪電鉄の沿線の各駅から門真団地や門増運転免許試験場を結ぶ路線、大和田駅から市場縄手市を結ぶ路線と、森口市駅から関西空港を結ぶリムジンバスや市場縄手市、 コミュニティバスなどのコミュニティバスを担当するが、かつては、水田や汚染を担当する営業所として、比較的広範囲に一般路線バスを運行していた。最寄り停留所は、門真社小前である。2009年10月末のダイヤ改正で、森口市内を運行する一部経路を、寝屋川営業所管轄へ移管し、エリアが縮小された。その一方で2017年には2004年以来となる。 寝屋川市駅乗り入れが当時とは異なる経路と行き先で復活した。2010年3月よりピタパの使用が可能になった。2011年12月17日にダイヤ改正を実施した。京阪電気鉄道沿線から新大阪駅までの直行手段として開設された。鉄道では乗り換えが多くなることから1日34往復設定されていた。 しかし、開業当初から利用率は低迷、わずか半年後に廃止された。当時の運賃は片道500円であった。経路は国道479号、大阪府道14号を経由、途中無停車。豊里大橋で淀川を渡っていたが、朝夕に限っては渋滞を避けて菅原城北大橋を経由していた。 所要時間は時間帯により25分から35分であった。2011年6月30日をもって、発着地を森口市駅に変更の上、運行車も日本交通に変更されたため廃止された。エアロミディ MJ-C-1079 号車、大阪電通大教職員輸送かつてはほぼ、日野車で揃えられていたが、需要の低下に伴って、 中型車が中心になり、現在は三菱不走車も半数以上が配備されている。ただし2009年の路線縮小により、所属台数も減少し、一部は京田鍋営業所などに転属した車両も発生した。中型長弱車のうち、三菱不走エアロミディ MK は、この営業所が日本初の導入例として、鉄道ジャーナルに紹介されている。 中型短弱車もかつて2台配置されていたが、平方、山品に各1台ずつが転属し、大津から入れ違いに1台が転属した。しかし予備車扱いとなっており、通常は使用されていない、送迎専用の車両を配置している。かつては特定免許で運行するスクールバスを1台と、大阪電気通信大学の教職員送迎に使用される三菱不装。 エアロミニ MJ も1台が配備されていた。関西国際空港へのリムジンバス用に、日野、セレガを4台保有している。関西空港リムジンバス平方、寝屋川、森口系統。京阪バス。2016年4月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2021年8月11日閲覧。関西空港リムジンバス停留所の廃止について。軽販バス。 2017年9月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月11日閲覧。ありがとうございます。